リチャード・カフィは、スーパーラグビー AU フォースに所属する、ラグビー選手。ホレストビューハイスクール卒業、ハイスクール在学中の2001年に16歳以下、ラグビーニュージーランド代表に、2002年に17歳、以下代表に選出される。ワイカト工科大学に、進学、2003年、19歳以下代表に、選出される。2004年、2年連続で19歳以下代表に、 選出、同年、ニュージーランド州代表選手権のワイカト州代表チームに入り、ノースランド戦でデビュー。2005年、21歳以下代表に選出される。2006年、2年連続で21歳以下代表に、選出、同年、スーパー14のハイランダーズに入り、チーターズ戦でデビュー。さらにニュージーランドマオリに選出される。 この年のエアニュージーランドカップで最多トライベストプレイヤー賞を受賞。2007年ハイランダーズからチーフスへ移籍。2008年オールブラックスに初選出。6月21日のイングランド戦で代表デビュー。同年のオーストラリア戦ではウィングとして出場する。2011年ラグビーワールドカップ2011にニュージーランド代表として出場して優勝する。 2013年、トップリーグの東芝ブレイブルーパスに加入。同年12月1日に行われた、ジャパンラグビートップリーグセカンドステージ第一節のトヨタ自動車ベルブリッツ戦にて、途中出場で日本での公式戦初出場を果たす。2017年、東芝ブレイブルーパスの首相に就任した。2020年7月、ホースに加入。同年9月、 東芝ブレーブルーパスを対談した。ありがとうございます。